まあ、本当にこれ正直にお話しますけれども、今回の動画は台湾で活躍中若林みのり選手インタビュー第1弾。気になる台湾サッカー事情についても聞いております。ぜひ最後までご覧ください。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。ゴー DJ ワテルサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ ワテルです。今回の動画はインタビュー動画です。さあ、そのお相手なんですが、元アルビレックス新潟レディース、元ジェフユナイテッド市原千葉レディースの若林みのり選手です。今は、台湾リーグで、プレーされております。もうなかなかちょっとこう台湾事情とか台湾サッカー事情というのは、ゲットできるところは少ないと思うんですけども、ぜひですね、この機会にこの台湾事情、台湾サッカー事情、台湾サッカーリーグについて知っていただいて、台湾リーグにちょっとでも興味を持っていただければなと思っております。テレビ会議アプリを使っての収録になりますので、少々お聞きづらい点があったりとか、それからちょっとね、ラグがあったりしますので、見にくい場面とかあるかもしれませんけども、その辺はご了承いただければなと思っております。そして、よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価の方、お願いいたします。それでは、若林みのり選手のインタビュー第1弾、ご覧ください。あ、この方にインタビューしていきます。台湾女子リーグ、ガオシュン・ヤンシン。かな背番号11ミッドフィルダー若林みのり選手です。こんにちは、よろしくお願いします。サッカーを始めたのが、並木サッカークラブですか。はい、そうです。そのチームが、まあ、地域の、まあ、クラブチームだったんですけれども、そこに所属が一番最初です。で、 YSCC コスモス、僕もちょっとスタジアム DJ をやってるので、あの YS ファミリーでちょっと親近感が湧きます。はい、 YSCC は私女子を立ち上げの、まあ、1年目の所属選手で、うん、本当に立ち上げの時のプレイヤーで、一番最初にですね、その立ち上げた時の初っ端の試合が全国大会で、本当にできてすぐですね、うん、YSCC の女子ができてすぐに出て全国優勝するっていうしかも優勝したんですか。優勝しました。いきなり全国大会ってどうなんですか、気持ちとしては。いや、本当に、まあ、仕方なかったですけど、もちろん。はい、なおかつ、選ばれた選手は、アメリカ遠征もあって、その大会は。まあ、私と、あと数名、YSCC から行きました。いや、でも、いきなり全国大会とか意味わかんないですね。ラッキーって感じですか。まあ、まあ、選手の心境としては燃えますけど、うん、でも、練習だって、1回ですかね、みんなでやったの。1回、うん。一緒に合わせてない選手もいました。え、そんなんで、そんなんでって言っちゃ悪いけど優勝できるんですか。できましたね。いや、メンバー自体はすごいいいメンバーが揃っていて。おー、そうなんですよ。だから合わせてないけど、それぞれがそれぞれの場所で、サッカーを結構頑張ってた子たちがガッてきたんで、まあ強かったですね。だからいい選手でそれぞれの持ち味がしっかり発揮できて、ちゃんとミックスされたってことですね。そうですね、それはありました。はい、ジェフ千葉の時の僕は印象が深いんですけど。そうですね、千葉は6年在籍したので、うん、ジェフレディースとしてなでしこリーグでの、はい、その優勝っていうものをしたっていうのもあって、まあ、ジェフでの印象が強いかなっては思います、自分自身も。マジで、優勝するってどんな気持ちなんですか、プロの選手として。ベレーザだったりアイナックだったりっていう、まあ、優勝を何度も何度もしているチームとはちょっと、まあ、ジェフっていうところは違う部分があって、なかなかそうですね、苦しかったり、まあ、みんなで本当にがむしゃらにならないと勝てないチームだったりっていうようなところがすごく強くあるチームだったんですけれども、まあ、その中で最後の、まあ、特に決勝ですけれども、もう全てのものを出し尽くして、で、まあ、気持ちもそうですけど、もうとにかくしんどくても走ってっていうことをやれた、その上にやっぱ優勝っていうものが成り立つので、まあ、なんとも言えない達成感と一生の重みとはやっぱ違った。優勝っていうのはその下に何勝もあるじゃないですか、結局何個も勝ってきた上にやっぱ優勝があるので、その何者にも代え難い
やっぱ優勝しないと分かんないなっていう重さが本当にありましたね。あの大会に臨む前とか、もしかしたらやっぱりこう優勝候補と呼ばれるところはやっぱりアイナック、ベレーザとかその辺じゃないですか。ジェフとしてはやっぱそんなにプレッシャーも感じず、なんかもう思いっきりよくいけたって感じですか、優勝した時は。まあ、確かにそういった意味でのプレッシャーはまあ全然なかったですけど、まあ期待値、周りの期待値からしてそういう意味でのプレッシャーないですけど、一試合一試合がもう必死すぎて、一試合勝つっていう、そのなんか優勝ね、チームとしてはもちろん優勝したいんですけど、優勝を絶対しに行くって思って臨んでたっていうよりかは、一試合をとにかく勝つ、目の前の試合をとにかく勝つっていう、そこにフォーカスしてましたね、みんな。一試合一試合でも結果的にだから優勝できたってことです。はい。一試合一試合全力でっていうことですね。まず対談する、千葉を対談するっていう、どういう思いがあったんですか、その時は。私がまずアルビから千葉の方に移籍を、まあ、した時の、まあ、自分自身の、まあ、心境というか決断としては、ジェフっていうチームで絶対に優勝するっていうことを、まあ、決意して移籍したんですよ。でそれを実際に、まあ、一度叶えることができたっていうのはまず一つ大きくありますし、サッカーを始めた頃からの夢が海外で活躍する選手になりたいっていうのがあって、まあ、自分自身ずっといつかプレーできたらなっていう思いはあったんですけど、ただ大人になればなるほど、その、まあ、変に現実を理解してしまうというか、海外に行くにはちょっとまあお金がかかったりだとか、自分で変に難しく考えちゃってたんですね。で、まあ、自然と流れで日本のリーグに所属してプレーしてっていうのを、まあ、続けてきた時間だったんですけど、でも、まあ、いろんなやっぱ人のご縁があって、ありがたいことに、その、まあ、みのりちゃん海外チャレンジしてみないっていうお話をちょっといただいて、そっから、ま、1年間通してずっとその、海外っていうものと向き合って、結果的に、ま、決断したのが、あの時だったっていう感じですね。だから、ま、ジェフに対してはま、すごく感謝の思いもあった上での対談です。まあ、いろんなところで呼ばれて、聞かれてると思うんですけど、台湾を選んだ理由って何ですか？ですね、まあ、本当にこれ正直にお話しますけれども、ね、まあ、海外に行きたいって思い始めたのが、まあ、そのサッカーを始めた頃からの夢だったって言ったと思うんですけど、同時にヨーロッパっていうところだったんですよ、私が求めてたのが。ずっと、はい。ヨーロッパでまあチャレンジしたいっていうのが小さい頃からの夢で、で、まあ、それはずっと抱いていたので、その2019シーズンが終わって2020シーズンから海外にチャレンジするときも、ヨーロッパでずっとアタックしてたんですね。スペインかイタリアかっていうところで、練習参加にまあ行く、そのフライトの日程もまあ決まっていたっていうような状態だったんですけど、ただそれが3月にまあイタリアの方に行く予定で、ちょうどまあヨーロッパ、まあイタリアが特にコロナがひどくなった時だったんですね。まあやっぱ今はちょっとやめましょうっていうことで、まあ代理人と話し合ったりとかして、結果的にヨーロッパは、2020シーズンはもうやめようって決めて、ただじゃあ日本に残ってプレーしますかっていうふうに言われた時に、私自身その思いがもうなくて、もう海外でやりたいっていう、海外での経験値を積みたい。で、まあ、後にヨーロッパに行くにしても、やっぱ日本じゃなくて一旦海外に行きたいっていう思いが強かったので、それを伝えたところ、まあ、今シーズンに限ってはそのコロナの安全な地域じゃないと、まあ、ちょっと、まあ、おそらく行けないと思うからっていうことで、そこで探した時に、まあ、たまたまつてというかご縁があったのが台湾だったんですね。で、まあ、台湾はすごく、まあ、コロナに対しての対策が、まあ、ご存知かと思うんですけど、よくて、で、リーグ自体もずっと中断せずに、まあ、唯一やってた国っていうところで、まあ、台湾だけど行くって言われた時に、あ、もう、迷いはなかったですね。サッカーやれるなら、今すぐやれるならっていう感じで行きますって言って。で、結果的に最初の、まあ、入った理由としてはそういう感じです。台湾っていう国のやっぱサッカーのレベルが日本と比較しても本当にまだまだっていうのが、行く前からやっぱそういう印象を持ってましたし、言われてましたし。で、実際行ってみても、まあ、例えばジェフで言えば、ジェフのレディースのトップチーム、ユース、ジュニアユースってあると思うんですけど、ジュニアユースかな、よくてユースかなってぐらいです。そんななんですか。なんていうんですかね、
海外の選手ならではのパワーとかスピードだったりっていうところは、まあ、やっぱあったりするので、まあ、勝負強さというかそういうところあったりするので、そこを評価すると、まあ、ユースレベルではあるんですけど、じゃあサッカーのその理解度だったり考える力っていうのを見たときには、まあ、ジュニアユースレベルかなって思うシーンが多々あります。行く前のやっぱ報道からしてもかなり、まあ、現地のその新聞に出たりとか、まあ、今までの台湾に移籍してくる選手の中で一番、まあ、大型の移籍だみたいな感じの報道があった上での移籍で、まあ、やっぱ行ってみてもレベルの差はもう圧倒的にあるので、自分の考えを伝えたりだとか、それはプレーでもですけど、まあ、言葉でもそのまあ通訳として伝える時もありますし、あとはなるべく、まあ、自分自身の言葉で、選手に直接伝える時もありますしっていうので、まあ、チーム全体を引っ張っていってる形ですね。台湾の選手からしたら、やっぱ日本でいうアレックス・モーガンが来たみたいな、ワンバックが来たみたいな、そんな感覚じゃないですか。そうです、そうです。ポジションは違えど、本当そうです。そういう感覚ですよ。もう台湾の選手からしたら。それだけレベルが違うってことですよね。まあ、練習に臨む姿勢とか、まあ、試合に臨む準備とか、うん、まあ、そういったオフの面での意識の差もかなり感じるんですね。うん、また、例えば睡眠の質も、睡眠もそうですし、あとは食事の部分もそうですし、いや、そんなことやってたらそりゃ、こうなるよねっていうことが、まあ、多々あります。例えば、何か具体的に、こう、これダメでしょっていうのありました？まあでもこれ結構海外あるあるだっていう風にも聞くんですけど、まあ試合前にそのお菓子とか平気で食べますし。うわー出た。あとは、台湾のまあ国全体での傾向なんですけど、でもまあアスリート、スポーツ選手って見た時にはちょっと気をつけてほしいなって思う部分が、台湾ってまあ基本的に暑い国なんですけど、室内もめちゃくちゃ寒いんですよ。部屋もそうですし、あとはもう試合に向かう移動のバスですらかなり寒くて、冷えちゃうんですね。だから私が行ったの、夏、8月だったんですけど、バスの中もう冷房ガンガンなんで、長袖長ズボン持ってかないとほんと冷えちゃうんですよ。もうそれはもう考えられないですね、日本では。考えられないですね。それで結局、もう試合きつい走れないみたいな言ってますから。それは冷房ガンガンだからだろうって言ってね。そう、単純に、まあ、それ以外もありますけど、単純にそこあるだろうみたいな。確かに。でちょっとこうプレーの部分とかにも触れていきたいんですけども、若林選手は自分のこういうプレーを見てほしい、ここを見てくれっていうところありますか？日本ではサイドバックで主にプレーしていて、まあ、現在台湾ではボランチでずっとプレーしているんですけれども、まあ、どちらにおいてもその運動量っていうところは自分の持ち味としてまず一つあって、でさらに、得意な部分で言うと経験だったり、まあ、読みを生かしたプレーっていうのは、まあ、自分の中でも得意としていて、まあ、ディフェンスをずっとやってた分、ディフェンスの能力で言うと、まあ、自分自身も自信があって、まあ、インターセプトとかそういう、まあ、前のプレーもそうなんですけど、まあ、さっき言ったように読みを生かしたカバーリングっていうところだったり、危ないなってその思うスペースの、そういった部分の感じる力だったりとか、だから最終的に、まあ、ここが危ないなって時に、まあ、力を出せるっていうところは、まあ、自分の強みだなっていうのは思うので、そこは見てもらいたいですね。やっぱりあれですか、ジェフの時とかとやってることは、自分のやるべきことっていうのは変わってないですか？はい、まあ、やるべきことは、うん、まあ、サッカー選手である以上、まあ、そのベースとしては、まあ、どこにいても変わらないとは思うんですけれども、ただ置かれている環境が、まあ、大きく違ってきているので、そこの違いを今台湾で感じるのは、日本で積んできた経験っていうのが思ってた以上かなり生きないです。何、はい、て言うんですかね、まあ、もちろん今まで積んできたものがあるから、まあ、さっき言ったように台湾でも引っ張っていけるようなプレーを見せれるっていうのはもちろんあるんですよ。それはあるんですけど、いや私はその海外っていうものにチャレンジするときに、まあ、今までの経験がどれだけ活かせるかとか、今の自分がどれだけやっぱ海外で通用するのかっていうのを、まあ、確かめたかったっていうのは正直あって、予想以上に思ってた以上にレベルが低いので、例えば極端な例で言うと、わざと自分のじゃあ右側にパスを相手に出させる
とかっていうシチュエーションがあったら、基本的にその右側をやっぱ出そうとするじゃないですか、選手は。で、まあ持ち方とか見てても、まあ明らかにやっぱここ通すなっていうのはわかるんですよね、はい。それってまあ経験から生きたプレーなんですけど。で、明らかにそこに出そうとしてるのに、すごいキックミスをして、私の左側に出してくるとか、明らかに、意図的ではないっていう、もう、だってダフったりとかしてとかですよ。試合しててもだから笑っちゃうぐらい、心の中で本当に、ね、みたいな。もう、こんなに経験いけないかとか、あと、セカンドボールとかも、本当に難しいです、予測が。あ、もうボールがいろんなとこ行っちゃうから。あ、そうです、そうです。ボランチもやってるんで、ディフェンス、センターバックなんかが、まあ、相手のゴールキックに対して、まあ、弾けるシーン、ヘディングで弾けるシーンなんかは、まあ、予測して落下地点に入りたいじゃないですか。そういった時に、本当に思ってもないとこに飛んでいくので、いやー、面白いですよ。いや、もうそこ違うんだけど、みたいな。すごい、本当に。あ、そんな感じなんですね。さあ、若林みのり選手のインタビュー第1弾ご覧いただきました。いかがだったでしょうか？もうね、インタビューを見てもらってもわかる通りなんですが、もうね、真面目で、で、もう本当になんか、キャプテンシーのある、キャプテンにふさわしい選手なんだなっていうのがね、非常にわかったかなと思います。まあ、今後とも、台湾リーグ。そして、またね、夢である欧州、ヨーロッパの舞台で活躍することを願っております。さあ、今回、インタビュー動画、まあ、若林みのり選手のインタビュー第1弾になりましたが、後編も用意しておりますので、ぜひその辺もお楽しみいただければなと思います。ですので、よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価の方、お願いいたします。あなたのチャンネル登録が、サッカー界、女子サッカー界の未来を、変える力になります。